What's up, guys? 今日もウォーロボッツのこの新生ワイワ軍団でやっていく。だけど、前回と違うところはね、まず、ビチャー氏のパイロットをエイドリアンに変えた。なんでかっていうと、やっぱこう、削られるんだよね、こう。いくらこの、吸血武器を装備してても。それからね、めんどくさかったので、全部マーク2のマックスにしといた。ちょうど今 40% オフだったのでね。で、まあ、これさ、なんか前置き長えから早く戦闘に行けみたいな声もあるけど、これ取ってる側としての楽しみもあるので、まあ、この前置きのね、この部分が結構ね、大事なのよ。動画作る側としてはね。これがないと、なんか、ちょっと面白くないね。で、このゲームの、まあ、一番の問題点というのを、まあ、いろいろね、俺なりに考えてみたんだけど、まあ、いつも そんなこと考えてるけど、基本この、まあ、ロボットっていうのは、まあ、ロボットっていうか、まあ、兵器だね。こういうゲームの。まあ、兵器だろうと、まあ、人間のキャラクターであろうと、まあ、それは同じなんだけど、基本3つのタイプに分かれるのよ。大体、まず、アタッカーね。このアタッカーっていうのは、まあ、結構スピードがあると。スピードがあるけど、まあ、大体装甲は弱い。で、まあ、攻撃型なんだけど、攻撃力はそんなあるわけでもないと。で、次がタンク機体ね。これはもう防御にすげえ振ってある。防御に振ってるけど機動力がないと。で、その3がスナイパー型なのね。このスナイパー型は攻撃力に全振りしてるけど機動力ゼロみたいなね。で、これが大体じゃんけん要素になってるんだよね、どこもね。で、あとは、操作の楽しみ方としては、例えばスナイパー型の楽しみっていうのはどんなのかっていうと、まあ、あらかじめ計画すんのよ。例えば、こうニュートンで言ったら、相手を持ち上げる、で、このなんだっけ、ロングショットかます。このロングショットだっけ、これ。なんかこれ強いよね。ロングショットかました後に、この、トーナンスと、これなんていうの、フルギュア。これでバーンと。で、これ、この手順をこうパンパンパンと踏んだ時に爽快感が得られるみたいな、そういう面白さだよね。これ、同様の楽しさ、同じスナイパー型のさ、クライシスもそういう風にできてて、まあ、俺はこの2つのロボットはよくできてるなって思ってるんだよね。あれクライシスどこだ？クライシスね。クライシスもできればこのリーパーの方がね絶対面白いんだよ。このビーム兵器とかは簡単に当たっちゃうから面白くないね。これも敵に狙いを定めて、で、このオーバーパワー、これを使ってシールドブレイカー発動してバンバンバンと、でこうワンツースリーの手順を踏んで敵を殲滅するという楽しさがあるね。で、まあ、タンク機体は、ま、有名どころで言うと、ま、フェンリルとかね。フェンリルどこ行った？フェンリルはいねえな。フェンリル。俺長らく使ってないよ、フェンリルな。まあ、やっぱこう、機動力ない、攻撃力もない。ただし、めっちゃ耐えると。まあ、この辺もよくできてるんだよね。で、アタッカーとして、ああ、これはアタッカーとして優秀だなって思ってんのは、俺は、あれどこ行った？まあ、まずこのヘルバーナーめっちゃいいよね。アタッカーとしてはめちゃくちゃ優秀。作りが面白い。使ってて面白いからね。ギリギリ届くか届かないかみたいな駆け引きがあるじゃん。で、まあ、マーキュリーなんかもアタッカー。マーキュリーね、あと少しで4体揃うんだよ。マーキュリーもアタッカーだよね。で、やっぱりそんなにさ、装甲も強くないじゃん。で、アタッカーとしてあと優秀なのはね、まあ、アングラーもまあまあいいけど、ちょっとこれはスピードをね、どうこうするよりも、このエレクトリックシフトの間隔をもっと長くした方がよかったね。まあまあ優秀。おちょこちなんかもビリビリ武器がなければ今いいバランスになってるんじゃないかな、そこそこね。で、問題になってんのは、例えば、味付けってものがあるわけよ。例えばこのステルス機体あるじゃない？例えばこの俺がよく使ってるこのロキとかね。これはさ、味付けなんだよ。で、まあそういうのもいたら面白いんじゃないの？みたいなね。そういう扱いなんだよ。本来はね。このファントムなんかもそうだよね。なんだけど、まあ俺が散々問題してるリンクス。なんでお前アタッカーなのに、まずアタッカーなのに硬い。
下手したらフェンリルより硬い。まあ普通にフリーフォールやってて見てると、普通にフェンリルよりリンクスの方が硬いからね。タイマンでやってるとリンクスが勝つからね。それからまあこのラプターのこのリフレクターとか、お前アタッカーなのに反射してどうすんだみたいなさ。なんかさらにこうリンクスはステルスもついてるからね。でラプターは反射プラス吸血というなんかわけのわかんない、なんかもう詰め込みすぎなんだよ。まあ前置きが長くなったからとりあえずやるか。スカージじゃなくてやっぱしあれだな、変えるかこれ。いやでもまあいいや、これでやろう。でじゃあまあ定番のドミネーションでまずはよし、マッチして、ああこれいいマップ来たね。実はこのマップってさ案外スナイパー向けじゃないんだよね実は。よし行くぞ、みんなみんなついてこい。おお可愛いね、この可愛さがいいんだよな。なんかアルティメットの変なやついるぞ。ちょっと待って、お前なんだ、お前ちょっと待って、お前アルティメットファントムじゃないか、お前ひょっとして一人で行くな、お前一人で。この野郎、あちょっと音がでかいかな、いやこんなもんか。ちょ ファントムくん待って、ちょっとパイセンいいっすか、待ってもらって、早い。ファントムパイセン早い。なんか遅くなったね。俺ファントムパイセンの後ろ、パイセンってキャラじゃねえんだけどな、こいつ。なんか強くね、こいつ。めちゃくちゃ強くね、こいつ。チャイナハイなんとかって書いてあるね。このチャイナってなんかクランさ、まあ、いっぱいあるけどさ、なんか、TDM のスペシャルバージョン見てたら、なんか30秒でタイタンチャージして、マウラー出してきたやつんだけど、絶対チートだよな。30秒で溜まるわけないよ。なんだこいつ。よしよし。ここで、俺の、この、ここで、この森吹きのダメ押しが、後ろガラ空きだけど、よし、アシスト。あ、ファントムパイセンが、チャイナパン、ファントムパイセンが、ちょっと待って、これ。よし。引きつけろ、そこで引きつけろ、そこで。俺に踏ませろ。ビーコン任せろ。ビーコン踏むのは任せろ。ビーコン踏むのは任せろ。戦いは任せた。遠いんだよな、これ。ちょっと待って、なんか、三方向から狙われてるぞ。パイセン強い。おい盾がなくなった。ん？え？なんで？パイセンシールドブレーカー使った？めっちゃ強くね、これ。なんだこいつ。いやこういうやつがいるのよ。なんかさ、初心者狩りがどうのこうのとか言ってるアホが、また前回引き続きこの、あれを言うけどさ、こういうやつがいるんだよ。ちゃ、あれどこ行った？あ、いたいた。ちょっと、後ろから行くようで。やばい。このあれだよね。全部アシストじゃねえか、もうこいつのせいで。もうさ、強すぎだろ、お前。なんか飛んでった。ああ、これもリス狩りになっちゃってるよ、これ。全然面白くね。追いつくにはもう、ロガとかパイセンのこのスーパーパワーで、スーパーダッシュで。あれ変えたんだよ、ホワイトアウト、レベル4のやつに変えたんだよ。全然知らなくね、この味方。強すぎない？エージェント007じゃねえよ、お前。後で通報すっかんな、お前。強すぎってことで。パイセンダッシュ。これ今何キロ出てんだろうな。多分80キロぐらい出てるでしょ、これ。これでさらに確かまだロードホグが、完璧じゃないので、ちょこちょまず、ここでやっ、おーい、飛ばされた。もう全部あいつでまかなえちゃってんじゃん、もう。強すぎだろ。いや、これ敵にいた場合どうなるかだよな。何で防げばいいんだ？もういいよ。なんか2分ぐらいでしょ、終わっちゃった。なんだお前、強すぎだろ。あ、もういいって、もうこういうやつ、本当にさ、なんで2万5千でさ、まあ、俺みたいにティア1縛りとかあったらわかるよ。お前最強じゃん。お前最強で、お前これリーグ何これ。ゴールド3。まあ、シルバーじゃないだけマシか。あのね、セルビアとかシルバーでこういうやつめっちゃ多いんだよね。
何これ、なんかお前楽しいな、お前。ちょ、悪いけど、お前はチーターだ、これ。バグだ、バグ。お前はバグ。よし。じゃあ、次行くか。これ、大体ね、同じメンツに当たるんだよね。ちょ、ビーコンラッシュに変えよう。あいつが敵できたら、もう、クソつまんないからね。ちなみに、この一発撮りにしてんのも、大体どのぐらいの割合でああいうアホがいるかっていうのを見てほしいから、一発撮りにしてんだけど、単純にめんどくさいからってのもあるんだけどね、正直言って。よし、これで、まず、おっと、ガレスいるじゃん？行くぞ。ガレスコンビで行くぞ。よし、ついてこい。俺がパイセンだからよ、お前。お前ついてこい。まず、ここはね、壁の後ろで、ビーコン踏むのよ。なんでかっていうと、ミサイル来るからね。よし、ガレスで行くか。ガレス組。うわ、なんか撃たれた。おい、なんかミサイル食らってんじゃねえか。また壁沿いを行くんだよ、壁沿いを。レストーカー先生の使い手もいるね。ここはこっち行った方がいいよ。ここはそれ回り道してもね、あんま意味ないんだよ。結局ここ車線が遮られてるから。回り道したところで、この広場に出た時に当たるからね、ミサイル。よし、いいぞ。行くぞ。行くぞ。どこ行くんだ、お前。どこ行くんだよ、これ。定番はこっちなんで、ちょっと。ついてこい、ついてこい、お前。ついてこい。何目の前の敵しか見えないみたいな。お前なんだ、お前。犬か、お前。条件反射か、お前。そうそうそう、ついてこい、ついてこい。まず空にして。お、このストーカー先生使ってるやつは分かってるね。ここのこの出入りよ。奥まで行っちゃうの、奥まで。そうそうそう、そう。奥まで行く。奥まで行く。あ、なんか来てる。まずこいつやっとくか。ダメ、死ね。ここはあえて深入りしない。お、いいぞ、いいぞ、いい連携。いい、お前が乱してどうすんだ、お前が。お前が一番乱してるよ、お前が。ちょっとなんか敵待ち構えてた感じじゃん、これ。あれ？ガレス君ガレス君ガレス君ちょ、きついってこれ。きつい。まずこいつを、なんか死んだな。自殺したの、敵。なんだこいつ。きつい。これはでももう一回やれるな。ストーカー先生は？よし、いいぞ、来てるぞ、ストーカー先生。よし。いや、やっぱストーカー扱いに悪い人はいないね。まずこいつを、ミドルで殺す。よし。そして、回り込んで、これを、この共同作業官よ、この。初めての二人の共同作業がケーキの入刀。トリプルいったね、これ。これもね、皆さんのおかげです、みたいな。トンネルですよ、皆さんのおかげです。みんな知らねえか、これ。トンネルが古すぎて。おっと、まずはこの真ん中のやつやりたいが、なかなかカーソルあった。いいよ、これ。いいよ。いいぞ、ストーカー。いや、なんか、味方になんか強いやついるね。なんか、リスポンシブ。おちょこち。殺せ。みんな飛ばされてんじゃんか。俺も飛ばされる前にやれ。よっしゃー。これはニードルの勝利よ。あ、でもなんかもうダメだな、これ。あれです。ちょっと変えるか。ここ味方が集まってるところに行きたいな。ここかな？なんか敵がいるけど、ここは、ゴーレムだろう。この混戦具合はこのゴーレムで、どこにいるの敵？今、そっちにいるの？あれ？俺今違うとこ選択したはずなんだけど。なんで？これは、俺左から行くから真ん中フェンリルよろしく。タンカーよろしく。これで俺は吸血よ。はい、吸血。あ、これは強い。これはちょっと強すぎるかもしれん。でもまだわかんないよ。敵にまだオレツエリンクス君とか出てきてないからね。これクソ強いな、これ。ちょっと待って。これ、シールド無視できんの、これ。これ、ダメじゃない、これ。あ、ちょ、やべ。睨まれた。あとさ、これさ、なんか、リロード2回あるよね。なんか知らないけど。無限になんか撃てるんだよ。なんなの、この武器。バグ？これ。まあ、後で直されるんだろうけどさ。これ、めっちゃ強いな、これ。ちょ、片方だけ出して、こう撃つと。ちょ、さすがにタイタンきついか、これ。あー、きついけど、勝ったよ。
ゴーレムはこのセットアップ普通に強いな。ちょっと強すぎるぐらいだな、これ。これワンチャン封印するかもしれん、これ。強すぎる、これ。あ、次は、試したいな、ビチャー氏とパットンか。よし。いや、これはね、いいゲームだって。最初のね、あの連携はね。やっぱこの連携感だよね。連携感を大事になんかしていかないとさ。そういうあのシステムを作るというね、このゲームは。例えばあのフリーフォールもさ、一人一人じゃなくてこうペアにするとかね。全部に、あの、ペア、まあ、デュオか。デュオデュオデュオの。これ、今回はオレツエリンクスがこっちに二人いる。お、さっきのこれストーカーパイセン？あ、ストーカー先生？違う？これはマグナムだね。いや、ストーカーもね、いいデザインしてるよな。この流線形がいいよね。なんかこうミニ四駆で一番売れる感じの形してるよね、これ。子供たちに受けるさ。なんかこう、角張ってるみたいな。なんか、なんでストーカーより俺の方が早いんだよ、これ。ちょっと。よし。踏むぞ。踏むんだぞ。抜けるなよ。踏むぞ。この、空気を取り入れるなんか穴もかっこいいよな、ストーカーは。お、なんか、竹田ぞ。竹田、竹田。竹田。なんか敵いるね、前に。ん？感じのやつが登場。これは来たぞ、これは。やっぱ来た、ほら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 。なんでここ屋根ないんだよ、お前。ふざけんな、これ。これは、いやー、これはちょっとビーコン、なんかいるじゃん、お前。なんかいるじゃん。ここでとりあえず。よし。これはまあ挟んでるから普通に勝てるな。味方誰が協力してくれる？あ、ストーカー先生が頑張ってくれた感じか。ここの確保はこれ大変だよ。ちょっと出たらハリケーン当たるからって、お前なんだあいつ。青チンか。青チンも水やな。ちょっと、ストーカー先生助けて。よし。先生いいよ。先生いいよ。あ、来た来た。オレツエリンクス来た。来たぞ、この野郎。この野郎。これめっちゃ減るんだよ、HP。あー、なんかこう、弾が、俺の嫌いな弾が。よっしゃ、いけた。あ、これ、ストーカー先生とあと、オフィオン君も手伝ってくれた感じか。で、なんで立て壊れてんの、俺。さっきのあれか。リンクスの攻撃か。よし。これは、C 確保からの、そうそう、こういう駆け引きだよね。で、今の、あの、環境はさ、もう、アタッカー機体が強すぎちゃって、でアタッカープラス、例えば、あの、キュリーとかさ、アタックプラスなんか、ディフェンスみたいな。よくわかんない。お前、この野郎。きついきついきつい。きつい。盾ないの忘れてた。強すぎだよ、お前。お前、ふざけんなよ、ほんと。ここはパットンかな？ちょ、待って。C でパットンで守る。これだ。そこから、そこでリスポーンすんの？なんで C の中でリスポーンしてくんないの、これ。とりあえず、こいつをまずは、ちょうどこいつ、シールドがうざいので削っとこう。この、見てわかるけど、このダゴンもどうせね、レベル4とかなんで、全然勝てないから、これ。削れない、ほら、全然削れない。バランス悪すぎなんで、あとあの青チンちょっとうざいな。ちょっと仕留めて、こいつ。これ、パットンは動きが遅すぎて、出入りがすごく、シビアだね。そこが面白みなのか？あいつうぜえな。この位置はまずい。あ、これチャンス来たぞ。あ、味方がやっちゃった。んで、やっぱオレツエリンクスがいたからあれか？これもう全然削れないじゃん、これ。上に登ってきたよ、もう。ほらほらほら、もう全然回復すっかね、シールド。お、当たった。でもこれあと2発でさ、もうマガジン払えよ、ほら。あ、もう全然削れないの。わかる？この強さ。俺、前さ、言ったじゃん、どっかで。あの、あん、お前あの。ダゴンがね、ブルーデータパッドに来たら、このゲーム終わるんじゃないって。マジで終わると思う、これ。だってロボットじゃねえもん、ダゴン。見てて面白くないしさ。俺は自分で使ってっていうのもあれだけどさ。よし。これで C を守ってれば勝てるか？この駆け引きだよ、この駆け引き。さっき言いかけてやめたけどさ。これがもうないんだよね、もう。
火力インフレとスピードのインフレしすぎてさ、もうこんなことやってるよりも敵陣にバーって突っ込んでった方が早いしさ、このなんか距離をこう取って、この物陰に隠れながらこうやり取りする駆け引きってものがもう成立しなくなっちゃってんだよね、このゲーム。よしよしよし、これはタイタンか、これキッドだ。おおキルパク、キルパクの鬼。そしてあ、なんだあいつ、当たんねえやよし、結局あれじゃない、オレツエリンクスは 2体とも生き残ってる感じかな。ん、ほらリンクス強すぎるんだって。これもマジナーフした方がいいっていうか、これはちょっとリンクス、お前アタッカーなんだから前出ろよお前もう何なんだよお前なんで俺より後ろにいるんだよ。俺はあくまでサポートだぞ。ああ、おおおお、意外といいねこれ。ただこれ敵にアタッカーいたらパットンはダメだな。意外といい結果出たよ。まあ今日の動画こんぐらいにしとくか。とりあえず教訓としては、うん、まあとりあえず、まあ、パットンは結構いい出来で、ゴーレムはこれちょっと強すぎるかもしれない。ただおそらく次のアップデートでこの武器がナーフされるだろうから、そこでちょうど良くなる感じかな。でまだこのビチャーシは試してないけど、まあ、なんかとにかくね、使っててあんま面白くないんだよな正直言って。かといってハザードとかそういう武器にしちゃうと、それはそれでこの出入りのスピードが大事になってくるじゃない。あんま面白くないんだよね。やっぱこの自動照準みたいな武器はなんか全部面白くないわ。うーん、それ言ったらこの勢いでね、例えばこのクォーカー右、左モロットみたいな、なんかそういう勢い系のね、機体を作るのが面白いんだろうけど、まあちょっといろいろ試してみるか。まあね。で、ちょっと説明し忘れてたけど、アタッカー機体の楽しみ方っていうのは、まあ、おちょこちなんかがいい例だけど、ハイリスク、ハイリターンでね。まあ、それは人間 FPS やったことある人なんかわかると思うけど、このおちょこちもでもね、アタッカーにしてはちょっと硬いんだよな。HP がありすぎる。一番よくできてるのは、さっき言い忘れてたけど、ね、アタッカーとしてよくできてるのはね、あれ、あいつどこ行った？まあ、このファントム、これよくできてるよ。ちょうどいい塩梅だよね。HP の少なさとか、打たれ弱さもね。マーキュリーもよくできてる。一番よくできてるのは、あ、どこ行った？パーシャーもいいと思うよ。パーシャーもね。まあ、ステルスが余計だけど、まあ、その分 HP が低いからいっか、みたいなね。で、あれ、いねいなくなっちゃった。どこ消えた？ああ、これこれ、ストライダー。ストライダーアタッカーとしてはすごいよくできてる。HP も少ないし、まあ、攻撃力もまあ、ほどほどだよね。ハイリスク、ハイリターンでね。まあ、ヘルバーナー、ストライダー、まあ、この辺かな。マーキュリー、アタッカーとしてはね。アタッカーの楽しみ方っていうのは、まあ、ハイリスク、ハイリターンだよ。さっき説明した通り。これは人間 FPS なんかでもそうだけど、取れるときはもうマルチキルとかさ、まあ、このゲームで言うとゴッドライクぐらいまで取れるんだけど、相手になんか、守りが強いやつがいると、なんかただ殺されて終わりみたいな、もうその、博打の楽しみ方だよね。で、タンカー機体っていうのは、味方の盾になるのが楽しいので、まあ、それぞれのそういう楽しみ方をね、もっとちゃんとこの運営は理解してやってほしいなって思うんだよね。まあ、そう考えると、こう単価になり損ねたこのライノ君とかさ、ランスロットとかさ、じゃもうちょっとなんか救済措置あっていいんじゃないのって思うんだよね。ホバーもアタッカーだけど、アタッカーにしてはちょっとスピードがね、飛行機体の登場によって意味なくなっちゃったね。このカーネージーもアタッカーでしょ。カーネージーはある意味よくできてるんだけど、
いかんせんこのアンサイルってもんが役立たずになっちゃったからね。まあそんな感じで今日は終わりかな。じゃあね、バイバイ。